はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウニポスない2021続きやっていきましょう。2003年5月の1週から難易度スペシャル引き継ぎあり、お守り使用禁止でやってます。さあ、今週は、エクレア覚醒か。あとは、キング・デュラハン。はい、まあ、どんどん進めていきましょう。エクレア覚醒、まあ、大丈夫でしょう。OK。さあ、キング・デュラハン。スピードはあるけど賢くないやったね、キング・デュラハン。兄ちゃん、精神も低かったかな、デュラハン。エクレア覚醒、オミアドスーパー、頑張ってほしいですね。ローテはこんな感じにしてます。とりあえずフランス、まあ、3冠狙って、まあその後凱旋門行こうかなと思います。まあ、適性は合ってるので、それでいきます。あ、そう、お宮のスーパーも賢くないんですよ。で、スーパートリノは、マイル3冠。まあ、ヒーバスね。まあ、ヒンバのね、マイル3冠は、まあ、取りやすいんですよ。まあ、それでももうちょっとスピード欲しいですけどね。はい、とりあえず行こうかなと思います。ちょっとデュラハン確認しよう。デュラハン賢くなくて精神もそうやね、 E プラスと。もったいないね。いや、面白いか、こういうのもね。はい、じゃあいきましょう。エクレア覚醒、 OK、 勝ち。オミヤドスーパー、あ、だらかにおるじゃん、無理やろ。最終コーナー、今チラッと見えた。まあ、ネパーレインよね。そうやね。はい。まあまあ、これは OK でしょう。はい、これはまあ、しゃない。凱旋門で会おう。スーパートリノ。ここは練習っすね。さあ、キング・デュラハン、そしてスーパートリノ、オミヤドスーパー。はい、頑張ってほしいっすね。で、キング・ザ・ゴールド。あ、これもね、賢くないんですよ。まだスピード出たいんですが、まあ、こいつはスピード S か S プラはあると思います。賢くなくてもやれるもんで頑張るしかないね。はい、じゃあ行きましょう。ネクスト。 OK、 デュラハン勝ちました。さあ、スーパートリノ、ここ勝たないといけないです。さあ、海外2戦目、スーパートリノ。あ、いいね、伸びてきてますね。さあ、どうだ、粘れるか。これちょっと来てるんですが、まあ大丈夫やね。はい、とりあえず一つ目勝ったか。はい、これは嬉しいですね。絆レベルアップ大事。フランスオックス、いきません。さあ、お宮とスーパー、ここ勝たないといけないっす。3番人気か。まあ、メンバー的にはチャンスですけどね。どうだ、来てる。来てるが捕まるか、これ。ちょっと怪しいな、これ。いや、根性見せるか。踏ん張れ、オミヤドスーパー。うわ、マジか。いや、惜しかったっすね。はい、まあまあいいでしょう。
キングザゴールド3番人気勝ちました。キングシャルドン、シャルドンこのままだと厳しいんですが、心配機能の強化使う、まあ大箇所落としてますからね、使ってもねなし、行こうか。さあオークス、歌詞の女王を目指して二つ目の花束を、二歳女王、心配機能の強化がね一つしかなかったよね確か。まあ、使うつもりだったんですが、まあ、ちょっと使わずいきましょう。はい、どんどん進めていきます。キングシャルドン3番人気、おお3着か、頑張ったね。スーパートリノ2つ目取れるか、スーパーゴアタイム、あこれ引退でもいいよね、スーパーゴアタイム厳しいよね。ダービー、生涯一度の大舞台、2つ目の体感へ、そこ知れぬ実力、あ無理やね。はい、まあサクサク進めていきます。さあいけるか、スーパートリノ1番人気、伸びてきてる、伸びてきてるが抜け出せるか、どうだ、まあ、いい走りですけどね。よし、かわしたね、オッケーオッケー、来ましたリーチ。いいよスーパートリノ頑張ってる。ここで海外演出ゲット、まあ、3冠取って引退したいですね。スーパーゴアタイムはまあこれはもう無理やろ。はいネクスト、お3着、まあ頑張ったね。スピード B くらいはありそうやね、スーパーゴアタイム。はい OK、 まあこれちょっと後で確認しましょう。オミアドスーパーフランスダービー、まあここもねメンバー的にはチャンスけどね。お宮戸スーパーで誰に負けたんやったっけ。スーパートリノ有名なやつに負けた、お宮戸スーパー誰に負けた、あークロードビルか、まあ史実っすね、史実なんですがそこまでいろいろ取ってなかったやろ。多分そんな能力ね高い設定じゃないと思います。まあちょっとわかんないですよね。フォーブス、まあとりあえず芝で騎手か、まあやっぱ海老名ジョッキ使っていきたいよね。とりあえず乗ってくれ。芝、これはあいいね、海外持っていきたいね。ちょっとこれもさ、とりあえず男海老名に任せようよ。
はい、任せます。これでいきましょう。フランスダービー、まあ確認しなくてもいいっすね。ちょっとオート進行で進めよう。あ、デビューでもここにあるんか。プレセリ、7月、いや、スーパートリノ、スーパートリノだけちょっと見たいっすよね。なんで6月の4週まで進めたいなと思います。さあスーパートリノいきます。でキングスウェプトがデビュー、ディライトの子か。勝ってましたね。プレセリ、スピード B、 もう3歳になったら引退で、はい、B はいけてないです。キングザゴールド、スピード S プラス、瞬発 S プラス、パワー S、賢さ G プラス、まあ個性っすね。はい、 OK、 いいんじゃないですか。はい、じゃあ行きましょう。さあスーパートリノ、ここ勝てるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。来てる、来てるが外も来てる。うわちょっと怪しいなこれ、ちょっと苦しそうじゃない。お、でも根性見せるか。最後グッと上がって勝った。届いた気もする。三冠取りたいっていう気持ち。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いや惜しかったっすね。うわこれは惜しいね。いやマイル三冠取りたかったんですけどね。はい、まあしゃあないっす、まあ、よくやりました。さあ、ビクトリア・ディライトの組み合わせ。さあいよいよ直線の攻防。ゴリグマディア先頭、ゴリゴリの自家製サンバで戦ってくる。先頭、外からキングスウエット先頭、楽な手応えでオリーブマディア先頭に並びかける。あと 200m、 キングスウエット先頭、2番手はオリーブマディア、キングスウエット、この馬で決まりか。キングスウエット、まああれっすね、微妙です。3着にモニーツクラッセ、スピードありませんこいつ。キングスウエット見事です。お、ディライト柵越え来ましたね。これ柵越えあり、まあスピードはあると思います。まあ他がどうかやね。流星はいかないっす。さあ、柵越え、あ、まあこれでいきましょうか。まあ、ぶつけましょう。キングザゴールド、キングデュラハン、そしてエクレア覚醒、ドイツダービー、ジャパンダートダービー、まあまあ見なくてもいい。クレス、キングアサヒ、桜豊かお、まあ2歳だとやっぱ柵越えと確認したいのは、あとはこのキングっすかね、やっぱこいつっすね。とりあえず柵越え決めよう。柵越え、まあデビューはそこでいいか。まあちょっと早めてもいいっすね。8月でいきましょうか。
8月の2週あたりで、はい、じゃあ OK。 じゃあちょっと7月の4週まで進めます。オミヤドスーパー勝ってましたね。クレス乗ってくれなかったが、まあぼちぼち使ってきますか。はい、オッケー。オミヤドスーパー。まあなかなかいいですけどね。まあとりあえず凱旋門行きましょう。さあまずはエクレア覚醒3着、そしてキングデュラハン、クレス、2番人気か。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。キングクレス先頭、外から勢いよくオートリスタン先頭、残り 200m オートリスタン。あ、これ騎手ね、若いっつってもちょっと微妙っすね。2番手はエルデコア、オートリスタン先頭だ。オートリスタン、オートリスタン1着、2着にはどうやらエルデコア、3着にキングクレス、見事に勝ちました。オートリスタン、はい、もうこれは期待できないっす。さあ次は、あ、やっぱここ微妙か。ダメやね。ネクストでもう引退、引退です。キングザゴールド、まあこれネクストで。スピードありますからね、賢くないけど。キングデュラハン、まあこれもねスピードはある。セールいきます。さあ流星どうするかね。札幌記念はね行く必要ないっす。登録してなかったか。じゃあ、いや流星、そうやね、もう10月まで休んでもいいっすけどね。はい、それで行きましょう。ゆっくりしよう。さああとはエクレア覚醒、まあ一応ここまで組んである。非根幹距離持ちなので、まあこういきたいですね。取ってくれたら嬉しいですけどね。デュラハン、まあこれは今年引退でいいね。デュラハンはまあなかなかっすけどね。プレセリ、はい、これ引退。クレス、まあこれも引退っすね。はい、そんな感じか。あとこれね、これも引退。スウェプト、SL いきましょう。印微妙なやつは売っていく。はい、まあこんな感じですかね。まあ今年は最高っすね。あ、銅札もいいね。銅札もかなりいいです。揃ってますね。
ああ、菊の野郎か。同歩だ、いいですね。まあ、ここもいいですからね。うん、いろいろ揃ってると。まあ、キストヘブンとかもね、いいし。まあ、もちろんね、アドマイアムーンはいいんですが。今年は豪華やね。よし、8月の1周。ディライト柵越えの、まあ、デビューは見たいですね。はい、じゃあ順番にいきます。デュラハン2着。ディライト柵越え乗ってくれなかったか。じゃあいやー、まだもうちょっと後で使いたいね。ちょっとやめよう。3周にしましょう。アンカスさんお願いしようかな。はい、エクレア覚醒乗ってくれんよね。じゃあそうやね、まあこういきますか。さあディライト柵越え、まあ余裕でしょう。圧倒的スピード、ディライト柵越え先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ディライト柵越え先頭、どう、圧倒的スピード、広がる、あと 200m、 後続はまだ後ろ。ディライト柵越え先頭です。このまま押し切るか。2番手はエリモクノック、完璧です。はい、まあとりあえず余裕っすね。2着はエリモクノック、これは桁外れの強さだ。ディライト柵越え、デュラハン、そしてコンゴ、オッケー、乗ってくれると。キングザゴールド、札幌記念、まあ行きますか。デュラハン一番人気か。デュラハンやるやん。勝ちましたね。さあ今後騎手は完璧。短い直線に入って後続は届くかどうか。キングコンゴ先頭、リードは2馬身から3馬身。2番手はオリーブ・ベネチア、これは強い。キングコンゴ先頭だ。はい、とりあえず勝ち。強い、キングコンゴ圧勝、ゴールイン。2着はオリーブ・ベネチア、3着にヤマニンカマリー、これは桁外れの強さだ。キングコンゴ今のところ2歳微妙っすからね。まあ柵越えがまあぼっちぼっち。はい、もうこの辺はダメです。3歳になったら即引退です。キングザゴールドネクスト。クレス、クレスもダメっすからね。プレセリもダメ。柵越え1600、2700、面白いですね。どうすっかな、このまま行きますか。行こうか。
はい、このままいきます。キングザゴールドスプリンターズステークス、まあスピードは十分なんですけどね、やめとこ。まあコツコツさ、ちょっと走っとこうよ。1600は登録しようかな。はい、これでいきます。あとは OK かな。スーパートリノ、スーパートリノ、まあ今年引退、まああと3レース使って引退でもいいっすね。まあそれ以外そんな走りたいレースもないので、はい、これで引退しましょう。トリノは、クレスネクストで勝ちました。プレセリ3着と、来たキング、いやこれは楽しみです。ディライト作越え、そしてキングフォーブス、キングフォーブスか。お、柵越えです。キングビクトリア、キングビクトリア、はい、これっすね。ディライト再び、そしてキング、まあデビューは焦らずこのままでいいっすかね。はい、騎手もそのままでいきます。さあディライト柵越え、濃い圧倒的スピード、届くやろ、届かんのか、マジ。何やってんだよ柵越え。フォーブス、鈴鹿マンボか。はい、ダイジェスト、どうだ。いやー厳しいか、最後ないか。まあどうすかね。まあ鈴鹿マンボに負けなら、まあまだいいよね。いやこれ海外持ってきたかったな。まあいいか、とりあえず使うか。コンゴ、そうっすね、まあこの辺使っていきたいですね。3週休み出して、1200はいいか。はい、とりあえずこれで
ちょっと様子見で。スーパートリノ。まあ、ネクスト。コンゴが一番人気。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キングスウェット先頭、あと200メートル、キングスウェット伸びてきた。2番手はデンマシアタ。キングスウェット差を広げる。キングスウェット強い強い。全然でしたね。スウェプトは勝った。さあ、そしてシャルドン。オッケー、勝ち。ねえ、オミヤドスーパー、そしてスーパートリノ。スーパートリノは衰えきたかな、これ。ちょっと怪しいね。シャルドン。あ、まだスピードは分かってないですね。まあでも B くらいだと思います、これは。この感じは。まあ B、B プラぐらいか。まあ C プラの可能性もあるよね。お宮とスーパー、一番人気。まあここは練習っすからね。スーパートリノ。はい、スーパートリノ引退です。流星は行きません。フォーブス。で、スーパーゴアタイム。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。まあ、またローテとか決めておきます。ご視聴ありがとうございました。